バービー結婚おめでとう。いらんねん。いらんし、バービーさん。バービーおめでとう。バービーさん。何から始まってんねん。それ企画でもないしさ。いやいやいや、その渡辺愛やん。あ、そうですか。すごいね、愛車精神が。そうや、だからこの企画もまたやらせてもらいます。つなげたね、無理やり。今回は何ですか。今回は魚猫の魚猫3人にやってもらおうかなと思います。魚猫はね、第1弾、はい、第2弾後輩シリーズに続き、3組目ですけども。そうですね、1年目っていう振りがあったけどもね、魚猫5年目なんですよ。そうですよ。でうちらとの関係性でいうと、あの BS 富士のね、あの番組なんかでも、ちょっとあの一緒になりましたから、ズーンからの一緒になりましたから。さあ今回はどんな企画でしょうか。はい、今回はですね、事故物件に住んでるふり選手権。よいしょ。家の中企画としては逆にストレートな、ありますね、よくある事故物件というものですけども、芸歴5年目なんでちょっとね、それぐらいの、そうね、ちょっと難易度高いな。今日はどんなポイントが入るんですか。今日はですね、はい、このゴーストポイント。あ、そのまま。あ、そのままでした。アンドシャンシャンポイント。シャンシャンポイント、これどういうことですか。これはお祓いされてるので、あのいないと、怖さがなくなるっていうね。そんなものはいないんじゃないかと。そうまずは誰の家ですか。まずはですね、はい、ごめんなさい、シェアハウスなんです。あ、新しいパターンですね。はい、魚猫の小島と佐々木のシェアハウス、なるほど、ちょっと見てみましょうかね。行こうか。はい、さあまずはこちらですね、小島と佐々木の、部屋でございます。じゃあピンポン押します。はい、おるかな、どうでしょうか。ちょっと前回より遅いから、お昼ぐらいやからな、おらんか。あ、おった。おっ。佐々木かい。おはようございます。佐々木やんけ。はい。おい。おじまやんけ。えますや。久々。大人気選手権シリーズや。ああ、はい。あの見てます。見てる。ニュートンズの。そう。猫のやつ。猫のやつと。彼女、あの女いる。女いるのやつな。ただな、あの二組は、まあ1年目です。まあありましたよ、私らのジャッジにも。ちょっと甘くつけるじゃないけど、いつでも1年目という気持ちではやらせてもらってます。まあまあね、気持ちはわかりますよ、ごちゃごちゃ言うな。さあということで、魚猫に、やっていただくのは発表してください、はい、どうぞ、事故物件に住んでるふり選手権。あー、さぞ面白いんやろうな。はい、制限時間5分、よし、スタート。マジか、大したもんですよ、ほんま。魚猫でも、魚猫も最近ちょっとテレビも決まりだして、あ、そう、なんとなく調子いいんですよ、いいことですよね、やっぱ結局あるんかな、このAマッソチャンネルに出た後輩売れるシリーズ。ほんまに見送ってばっかりやで。笑ってられへんわ。笑ってられへんわ、あんま。はい、5分が経ちました。はい、さあということで、どちらからやるんでしょうか。まあまあとりあえず行くか、行ってみましょうかね。はい、じゃあ行きまーす。林さん、お邪魔します。はい、ウィス。あ、どうも。どうした。え、何ですか。え、大丈夫。え、大丈夫。体調悪い。いや、でもまあいつも通りっていう感じですね。まあでもなんか結構あれですね、あのずっと嫌な感じはします、ね、最近ここ2年ぐらい。はい、え、引っ越してきたのいつ。あ、そ、ちょうど2年ぐらい。首元とか結構やられてるかなっていう感じするけど。あ、あれか、寝てるっていうか寝てる時に結構悲しい縛りあるんですけど、え、ちょっと待って。手形じゃないそれ。雑にあの赤を塗ってると思ったらちゃんと手の形で。これ消えないんで、あの今日は。嘘。はい、いや、入った、お邪魔して。怖いな。ちょっと音じゃ。うわー、なんか嫌やな。怖いなと思ったら。じゃあ。
お邪魔します。普通の男の子の部屋やね。そうですね、漫画とかが。あ、全然でも綺麗ね。綺麗にしてる。綺麗には、はい、結構そうやな。あれやば、あ、そっか。え、これ来る時あった？あ、いや、無理状なんですけど。これ毎日盛り塩を変えてるんですけど、黒くなってますね。え、そんなんある、はい、これ塩なん？腐って多分、邪気で、邪気を吸って黒くなって黒くなんの入ったってことじゃない？じゃあ、え、邪気が、邪気を吸ってコンビニ人間が出場した。え、どうやった今の。いや、これはマジで分かんないっすね。え、なんで落ちた今。なんかやった。やってないよ。いや、ここ、そうなんですよ。借りるときにめっちゃ安くて、家賃が、うん、家賃何本。ここや3部屋あって、うん、3人で、うん、24,000円。え、間取りは、ま、だから 3LDK です。 3LDK で、はい、絶対事故物件やって。一応その聞いたんですよ、怪しいなと思って、うん、あとやっぱ変なことも起きるんで、うん、聞いたらやっぱ僕の部屋で30歳の女性が首吊り自殺をしたらしくて、うんうん、だから首元行かれてんじゃん、そこ苦しかった、うん、だから、え、なんか寝不足。一応なんかその眠る用のっていうか寝れないんで、あの、なんだろう、そういう対策とかしてるんですけど、これかな、これ、これがあって何ゲッターズ飯田さん、わかります？うん、わかるわかる。すごいハマってて、飯田さんのマスクつけて寝るとあの結構寝れるんですけど、最近でもちょっと慣れてきて、体がこういう風にクマできたりします、ね、うん、ああ、もうだってもうこれさぁすごいよ。やっぱ勉強になるんですごい。笑いを消せてないよ。でも、だってもうすごいやもん。黒やん、黒ゲッターズ、何の意味もないよ。あとごめん、気になった、はい、このリビングでさ、はい、このネタのこととか書いてるやん。あ、そうです、ね、なんかいろいろさ、これあのネタ作るときにネタのお笑いで得た教訓、よくあんのよ、芸人のルームシェアでさ、はい、こう役を自分に寄せるとか、ね、面白そうをオチにしないで、こういうのを書くのは分かんねんけど、小島の部屋だけさ、これあの誰かがいるって書いてんのよ。とかこれ、はい、共存って、もうあかんよ共存したら。これだからこの部屋で住む上で、うん、教訓をちょっともう書こうと思って、うん、引っ越した方がいいよ、うん、絶対引っ越した方がいい。家賃が安いんで。家賃24,000円。ないよ、この部屋で8,000円ってことやろ。いや、この部屋一番僕狭いんで、他の2部屋に比べて、うん、僕だから6,000円で。6,000円ってさ、大人すまんよ。そうなんですか、うん、でもお札とかも貼ってるんですけどね、結構効力、住職に行って、うん、お札とか、あれ、あ、そうです、そうです、お札結構貼ってるんですけど、お札、石上物価、どういうこと、身につけたものは取り払う。ちょっと待って、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 おしま、うちはこれ隙間スイッチやから、うちは身に積み上げたものを壊して、身につけたもの取っ払っては、スキマスイッチから。ああ、あの、全力少年ね。え、いや、でも僕、お坊さんに行ってもらって。え、あれ、はい。それ、騙されてるわ。うん。え、多分違う、本物のお坊さんじゃないと思う。え、全く効力ないってこと？ないよ、歌詞カードやもん。うん、他にも貼ってる？他にも貼ってます。嘘、ちょっと、あ、いや、やられてるよ、おじま。これ、ここにも貼ってて。うん、え、大島、はい、ただ泣いて笑って過ごす日々ってなってるやん、はい、だからこれ、え、お札じゃないよ、ただ泣いて笑って過ごす日々に歌ってるよ、隣に立ってやグリーン、グリーンやん。あ、でも、うん、
これはマジでお札だと思うんですけど、なんか、いやちょっともう明日からまた日月かほらこれは気づくやろ。違うんですか？違うんですか？なんでニュースのウィークやねんなあ。じゃからか効力ないのってこいつないわ。順番うまいわ芸歴出てるわクソ。そこまでちょっと正直私もう今日お払い行くかなって思うぐらい、うん、絶対行った方がいいよ。おるですよね。もう小島もおるもん、はい、あ、これですか、うん、完全に。え、ちょっと何、何、どこ見てるの。え、何ですか、なんかある。え、何やん。あ、いや、なんかリモコンないなと思って。え、リモコンなんか後で探したらいいやん。あ、まあ、そっか、すいません、すいません。あ、ちょっと待って。そう、テレビ勝手についた。ちょっと待って、何でついた。テレビ勝手についた。何で勝手についた。嘘やろ。ケース4の、すいません、すいません。消して消して消して。あ、あー、すいません。なんで見、小島なんで見てんねんこれ。いや、あの開運というか、はい、いや、いじゃあこいつの香りはなんもないから。そうそうそう、小島勝手についたな。教祖みたいになって。それもう怖い。怖い。さあ、ということで、はい、素晴らしかったんじゃないですか。そうですね。正直私ほんまにちょっとモテたいな。素晴らしかったです。ちょっとあの佐々木の部屋にね行きたいと思います、うん、じゃあその小島の、部屋小島の部屋から向かいの、はい、佐々木の部屋に行きたいと思います。じゃあ入りますね。佐々木、これ入るね。こっちで開けていいかな。ありがとうどうした？あ、なんか寒いですよ。結構もう春先で暖かくなってるけど、今日なんかだいぶ暖かい。暖かいですか？いや、なんか寒いですよ。寒い。はい。ちょっと入ってもいい？あ、いいですよ。なんか、まあ、寒いんかな。あんま気にならない。え、なんか、あ、でも匂いが。匂いがなんか匂い、ちょっと肌寒いけど、肌寒い、ほんまに寒い。あ、でも綺麗。うわ、もう全部焚いてるんで。釣りやん。はい。え、なんでなんかあったの。いや、なんかその別に僕気になんないんですけど、うん、なんかあの聞こえてくるんですよね。呪うみたいな、殺すみたいな聞かれてくるんで。ちょっと待って、その小島もそうやけどさ、はい、佐々木もさ、はい、慣れすぎよ。あ、そうなんですか。何？僕はあんま気にならないんでな。気にならないけど、一応みたいなこと。そうですね、殺すって言われたら、あれでしょ、さすがに。やだですよね、だって。そっか。ちょっと待って、でかっ。一応ね。でかない、でかない。でも、普通にね、これはさすがにさ、え、あれ開けたかやつ。あ、なんかまあ物が入ってるんですけど、送られてきたっていうか、まあ、もらったっていうか。これなんで開けるのって書いてんの。なんかこれ来てからなんかあんま調子良くなくなって。え、じゃあこれやん絶対。え、見てみる。見ていい。ああ、いいですよ、はい。もらった、もらいもんで。ほんまに。なあ、ちらの思い出やないかい。もらいもんなんですけど、ギョネコとAマッソで優勝した上腕グランプリの盾やないかい。それに数珠巻かれてた。お前なんてことしてくれんねん。体調優れなくて。なんでやねん。寒いのが怖いな。あ、ギボアイコさん。なんでデスクトップがそうなんよ。なんでデスクトップがギボアイコなんよ。有名な霊能力者の方なんだよ。換気とかした方がいいですかね。ちょっと待って、すごい手形よ。またや
やってんですよね、こういう感じで。また違う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 腹立つんですよね。あとずっと、なんかそこには、うん、あ、もうなんかこれってさ、これは違うやろ。違うやん、これデカ入ってるやん、もうデカが片付けてないやん、これは。そこまで。いやこれもまたね、うん、リアリティで言うと、うん、あるかもね。なんかほんまにな、こういう、なんていうの、ほんまに見える人ってさ、こんなテンションって言うやん。動じてないけど、自己物件に住んでるので言うとだいぶ高い。高い。ちょっと考えた方がいいかも。あ、そうですね。うん、考えますわ、ちょっと、うん。もう疲れてる。正直、うん。普通に降りすぎじゃない？降りすぎたね。魚猫のボレーンである、あ、そう。青木にね、最後、ちょっと締めてもらいましょうか。おいすー起きたて、あれ作りたてのおまんじゅうみたいな顔してる。あれ久しぶり、猫と女の2人ですか。いや、ちょっとあれっすか、え、部屋入りますか。当たり前やないかな。いや、ちょっとあれっすね、ちょっとあの、ちょ言いにくいんですけど、彼女と住んでてやめてもらう。同棲してんの。同棲してます。そう、はい。まあ、一旦ちょっと発表だけしようか。発表だけできるかもしれへんや。じゃあちょっととりあえず今回、じゃあ、うん、今回の選手権は、はい、自己物件に住んでるふり選手権。よいしょ。自己物件できそうやね、女。いやいや、女めっちゃ見てるやん。さ、見てみて。女ちょっとすりガラスのしおったけど、自己物件ね。はい、あ、じゃあ5分で準備して。はいはい、よいスタート。女おったわ。初のパターンじゃないですか。でも確かにね、うん、まあ、いくらそういうタイプじゃないとはいえ、うん、女性のファンの方もこれからもしかしたらついてくるかもしれないという中で、うん、まあ、その彼女を出したくないっていうの気持ちはね、わかりますよ。知るか、はい、知るか。5分経ったんで、はい、行きましょう。行きましょう。怖いのよな。はい、入られます。うん、大丈夫。あ、じゃあちょっとあのお守り持っといた方が。死んでまうんで。死んでまうんで。え、なんでそんな家住んでんの。家賃がめっちゃ安いんですよ。あ、家賃安いんや。やっぱそうなんや。あっちもそうやってん。あ、そうなんですね。いくら。800円です。、まあ、じゃあちょっと、じゃあなんかこう、はい、こういう感じで、こういう感じでいく。ちょっと待って。青木、青木後ろ。え、後ろ。うん、背中見して。うわ、呪われてるやん。お前、私もだから、お前神しませんよ。え、怖い。行きましょう。入られへんかも。入られへんかもしれない。持ってるんで、お守り持ってるんで大丈夫。行きましょう、行きましょう。行こう、はい、行きましょう。ちょっと、あー、顔かもしれん、私。ちょっと背景入れる、はい、大丈夫。あ、けど、あ、でも広い。これ何。あの、首吊りの紐ですね。あの、ここで大家族が自殺したみたいで。これ取ったら呪われるんですよ。違うやろ、これ障害物競争やろ。パンついてたやろ。パンついてたやろ。これ首吊りの紐です。ほんま、はい、ちょっともう、ちょっと待って。はい、え、待って、はい、これは何。あ、これなんかあの向こうの部屋にも幽霊出るみたいで、あの向こうの部屋にこう出てるらしくて。あんま害ないから。害ないんだよ、ほっといて。ちょっと待って、はい、彼女は。いや、彼女は別にいないですよ。ちょちょ、おったよ。いや、こう一人暮らしなんで僕。え、ここにも遊ぼうって。いやいやいや、でもさあ、もうチャオあるやん。こんなん絶対彼女やろ。じゃあ女子大生の幽霊が出るんで、ジャンプが全部チャオに変わっていくだけなんですよ。昨日まで全部ジャンプやったんですけど。これジャンプやったのに、はい、女子大生の幽霊のせいでチャオになったの。ほんまに。あ、まあでも、まあ、これはさ、いや、これはあったよ、向こうの家も。いや、ちょ、これはあの僕が書いたわけじゃなくて、あのロッチさんの怨念が出てきただけです。生き量、生き量が、ロッチの生き量が、はい、試着室終わったあたりから出てきました。そうなんや、青木の家に出んねや。カーペットでちょっと隠してるんですけど、え、怖いの。え、なに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 。はぁ、
知り合いの死んだピアニストからもらったんで死んないやな、はい、ちょっとお前じっとしろってなるからさ、はい、うん、いやいや、なんか嫌かも。青木んちが一番なんでなんすか、何仕掛けてくるかわからん怖さがある。やっぱり女の服まあまあ、ね、女の服めっちゃあるやん。いやあれもうなんか女子大生の幽霊、あれ全部革ジャンやったんだなんでなん、お前キャラちゃうやん。革ジャン好きなんで。いや、ちょ、彼女どこよ。え、プロバカもわかりません。え、お風呂入ってんの。お風呂でちょっと坊さんにちょっと除霊を手伝ってもらったんですけど坊さんいなくなったみたいでちょっと見てもらっていいですか。じゃあ、大丈夫、お守り持ってんな。持ってるよ、ちゃんと。もう大丈夫、お守り持ってたら大丈夫。行くで、うん、行くよ。ちょっと覗いてもらっていいですか。これ、これ、あ、高い。私から、あ、絶対もう、怖い。覗いてもらっていいですか。ほら、ほら、はい、え、なんか赤い、赤い血がある。ちょ、溶けてまいりました、坊さん。溶け坊主。溶け坊主。トゲ坊主、清島トゲ坊主、清島トゲ坊主、俺言わんねえじゃん、清島トゲ坊主が怖いですね、ここやと思った。じゃあもうクローゼットやん、絶対。もういや、私クローゼット怖いわ。行こう行こう、クローゼットちょっと開かずのクローゼットなんで無理、ちょっと開いて開けた、だってうち開けたやん。何をちょっと床ピアノですよ。お前の前なんや、床ピアノですやん。うんこいけって。じゃあ開けてもらう。無理、私ほんま無理、ほんま無理、ほんま無理。一緒に開けようじゃん。いいよ、あと先聞きや。怖い、シロちゃう、そんなん言ってお前こういうことするよな。ちょっと待って、ちょっと待って、あーもう怖い、全部怖い。何ジェイソンカレンダーもあります。うるさい、ジェイソンカレンダー。あれ、ほら逆側、逆側ってこと。うん、わかりませんよですやん。女、女おるやん。いやな。女かわいそう、ごめんね。お笑いファンやん。お笑いファンですわ。お笑いファンのええ女ですやん。なあ、はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。でもやっぱさすがやった、なんか。1年目2組を見てからの魚猫やったから、うん、さすがやっぱ先輩やなって感じがした、うんうん、人生の正念場って急に来るんだと思って。あのおさんがあのお化け屋敷で号泣したって話聞いて、うん、なるべく怖くないようにしたつもりが下げてくれたんやね。下げた、下げても泣くんで。さあ、それでは全員すごかったですけどね、はい、はい、1番の、事故物件住んでるふり選手権、優勝発表お願いします。優勝は佐々木。おお、やったー。私小島かなと思ったけど、いや小島もめちゃめちゃ良かった。良かったよね、うん、みんなあの森塩してたやん、うん、一番量多かった。量がすごい。2袋ということで、優勝した佐々木くんには特典があります。やった、はい、優勝特典何ですか。
文春出れる。おめでとうございます。文春何出てるんですか。スクープ。文春に出ます。おめでとう。自己物件として。うまいこと読んで。さあということで以上、はい、優勝佐々木くんでした。おめでとう。ありがとうございました。